皆さんこんにちは、雅楽師の東儀秀樹です。今回は、大変重要なお知らせ、そして、お願いがあります。我々雅楽師、特に七力を演奏する者が使っているこの七力なんですが、これが今非常に危機的な状況にあります。七力というのはこの本体とこのリードで構成されています。でこのリードというのは植物のヨシというものから作られているんです。しかもそのヨシ、七力に適したヨシというのは高槻市にある鵜殿の吉原、ここのしかもごく一部の部分で取れるものが七力に適したヨシとされています。これはもう大昔からそういうところのヨシを使うというのが習わしになっているんですが、そのヨシが今取れなくなっているという危機的状況が来ています。コロナの影響で毎年行われていた鵜殿の吉原焼きというものがここ2年連続で行われていません。その吉原焼きを行うことでヨシの再生を促すことができるんですが、それが2年間行われていないということで、今までとバランスがどんどん狂ってきているという現状だそうです。そしてそれにまして、ツル草というものがこうはびこってきて、ヨシに絡みついたりして、いいヨシが育たなくなってきていると、そんな現状でもあるそうです。このまま、放っておくと、さらに吉原焼きをしないままでいるとこの七力に適したヨシはもう取れなくなってしまう、再生ができなくなってしまうという、危機的状況になっています。雅楽は千数百年以上もの歴史を持つ世界最古のオーケストラと言われています。今日本にしかないこの雅楽の文化、これを守る、それは日本人の大きな責任と誇りを象徴するものだと思っています。せっかく1000年以上続いてきたものがここに来て、七力の材料が取れないというだけで終わってしまう可能性が出てきているんです。これをなんとか食い止めて再生を促していかなければいけないと思っています。3年続けて吉原焼きが行われないとなると七力に適した吉、これが全滅してしまうという可能性があるんです。それを食い止めるためにもぜひこのコロナ禍でも何とか方法を考えて吉原焼きを実現していただきたいと思っています。そしてツル草抜きも並行して行っていただきたいと思っています。吉原焼きをお願いするにあたっての署名活動をしておりますので、ぜひ皆さんの協力をお願いいたしたいと思います。詳細はこの動画の中や、説明欄の中で記しておきますので、ぜひ皆さんのご協力を賜りたいと思っています。よろしくお願いします。このままでは1000年以上続いた雅楽の文化がこの世代で滅亡してしまうという危機に直面しているわけなんです。ぜひなんとかこれを食い止めて、後世にこの文化を残していかなければいけないと思っています。雅楽師東儀秀樹からのお願いでした。